すいません、お邪魔します。めちゃくちゃ久しぶりなんです。ご無沙汰してます。こんにちは、お邪魔します。あ、ご無沙汰、あ、 お元気ですか。動画撮っていい？お元気、久しぶりやね。本当にお久しぶりです。あ、ここの席ね。はい、じゃあちょっと待ってください。ちょっと奥撮っていい？いや、久しぶりなんですよ。実はね、半熟ブラッドさんのロイド来たの。あ、鉄印帳あるやん、すでに誰かも持ってきたんや。ここってすごいんですよね。もうファンの方がね、いろんなものを持ってきてくれるんでね、いろんなものが溜まっております。あ、トレさんの缶バッジもあるやん、はい、すごいな、はい、ということで一旦席に着きます。渋谷さん、青井さん、ご無沙汰です。青井さん、なんか髪切ったの？昨日切りました。あ、昨日切った、はい、了解。夏、あ、暑いもんね、はい、で、夜のメニューはこれなんですか？こちらが夜のお食事のメニューと、はいはい、こちらがドリンクのメニューになっております。なんか新しいメニューっていうのはこの台湾混ぜそばなんですか？そうなんですよ。これ辛いの？もしかして若干辛味もありますけど、ラー油と山椒はご自分お好みで、あ、なるほど、かけていただくこともできます、はい、で、こちらがあ、なんか今流行ってる生ハムね、はい、なんか流行りなんやね、うん、生ハムや、フカヒレスープが新しく入りまして、なんと丸ごとフカヒレが入ったスープでございます。マジですか？フカヒレスープとか、これやん、はい、やっぱそれなりにそこそこ値段しますよね。はい、で、ホントマ生ハムシーザーサラダっていうのも最近のメニューですね。なるほど、はい、あとはこちらキムチも、新しいキムチがね、そういえばなんかキムチもツイートしてありましたよね。はい、了解です。じゃあちょっと選びます。はい。お待たせいたしました。こちらが、水出しカノンのアイスでございます。はいはい、水出しなんでしたっけ？鉄カノンっていう台湾の代表的なウーロン茶。なるほど。で、こちらがアリサン茶の。これがSL 走ってるところのね。はい、そうです。こちらの砂時計が落ちたら飲み頃ですので、おお、これまでお待ちください。おしゃれやな。一杯分入れ切って飲んでください。なるほど、はい、ありがとうございます。あ、決まりました。はい、あ、この新メニュー台湾混ぜそばを2つ、はい、はい、お願いします。ございます。何茶やったかな、もう忘れた。アリサン茶。出ない。あ、出てる出てる。ウーロン茶やねんね。アリサンのウーロン茶ですって。ありがとうございます。これぐらいで、あ、半分ぐらいでいいです。まだ、まだ、後で頂戴します。では乾杯しましょう。はい、お疲れ様でーす。どうもー。あ、美味しい。これね、香りがいいんですよね。ほんまにわかんのかいって感じやけどね。多分。いやいや、そんな感じかな。あ、これね。混ぜ。追いご飯。あ、追いご飯。はい。美味しそうやな。私は辛いの OK なんで。こっちがラー油なし。はい。辛いの苦手な方はなしができる。なしもできます。はい。ありがとうございます。よくかき混ぜてお召し上がりください。はい、最後に、具が残りますので、はい、それにご飯を入れて食べてください。はい、ありがとうございます。はい、今日一緒に来てくださってる方と混ぜてます。混ぜ混ぜということで、私も片手で取りながら混ぜます。うおー、黄身が、え、これ もっと混ぜるってこと？あ、これ海苔もバラバラにせなあかんや。はい、ということで、あ、もう食べてはるわ。早いな。ちょっと、いや、上手かどうかあれです。なんか全員ご飯入れるとこどうか。じゃーん。なるほど。これポコンと入れて。これごめん、ご飯入れても混ぜんの？これもお好きなの？あ、ご飯。うん。あ、なるほど。美味しそう。私は結構まだまだあるんです。これが生ハムなんですよね。かの有名な。でね、ここ CD がいっぱい販売されてます。撮ってた、ごめんなさい。めっちゃ普通に突っ込んでた。あ、な、全然。こちら生ハムでございます。あ、ありがとうございます。スペイン産で、ロイロイでは3代目です。あ、もうじゃあ2代食い尽くした。尽くしました。もう骨になりました。結構これでも人気ですよね。
大人気ですね。大人気、なるほど、うん、なんかやっぱりね、スーパーで売ってる生ハムとはもうちょっと一味も二味も違う。違うんや。あのもう一個聞きたかったのが、はい、7月あの浴衣のイベントやってはったじゃないですか、はい、今日は皆さん浴衣じゃないんですよね。あの浴衣ではもう週に1回あるかないかのビッグイベントだった。なるほど。ほんで8月のさっき入ってくるとこ見たら、そうなんですよ、それぜひご案内を。そうそう、なんか8月もやってるわ。そうなんですよ。そもそもこちらね、浴衣デーっていうのは、はんはん、この浴衣でお出かけ川西稲川のこのイベントの中にルールが、うんうん、入らせてもらって参加してる。はいはい、そうなんです。で、浴衣の特典、ジンベイか浴衣で来てくださった方にミニチマキプレゼントっていうのは、うん、もうずっとやってるんですよ、うん、今日でも。じゃあ今日浴衣で私来たらミニチマキもらうもらって。ああ、なるほど。で、この浴衣でこれね、これですよね、もうロイロイ独自のイベントで、もうスタッフで働いてくださってる、まあ、アーティストさんの皆さんに浴衣で出勤していただくというビッグイベントです、うん、なるほど。で8月の、あ、もう8月の下旬なんですね。そうなんです。お盆終わってからですよね。もう皆さんお盆は忙しいみたいで。なるほど。ほんでそれの第1回目はお兄ちゃん、今あの TikTok で話題の。これちょっとおかしいね、これ20日と21日がこう入れ替わった。ほんまやね、今更やけど。ほんまや、小賀さんからスタートします。あ、そうか、小賀ちゃん、小賀さんね、はいはい、お兄ちゃん、のぞみちゃんが来て、れなちさん、はいはい、で次の週になってのぞみさんもう一回おかわりして、うん、30日に私たちで締めるという感じです。ということでこれ絶対みんな来ないとダメですよね。いやもうね、めちゃくちゃ盛り上がるんですよ。マジでこれもうみんなめっちゃ飲むの。なんかやっぱり可愛い女の子が浴衣着てるだけで気持ちも盛り上がるし、そう、ちょっとあの写真お願いして。あ、ちょ、お写真撮るのはお金いるんですか。いや、あのそれいろいろスマイルタダで。ああ、なるほど、スマイルタで、はい、お酒飲めなくてもこのお店来てもいいんですよね。あ、もちろんです。あの、ね、台湾茶というかお茶をメインにしているので、私はアルコール好きなんで飲みますけど、あのお酒飲めない方は台湾茶楽しんでもらったりとか。なるほど、したらと思います。そうしました。じゃあこれ、はい、デネブチャンネルで宣伝しておきます。ありがとうございます。みんな来てね。デブちゃん、なあ、デブ言うたな。